今回は本日から開催されましたクリスマスアルファナイトメアアルファ引き換えというわけでね、今回はまあ3体できれば取りたいんですけど、やっぱ一番の理想はナイトメアアルファですよ。これやっぱもっと期待かなということで引かせていただこうかと思います。今後のワンパンでもね、バフ役として来そうだからね。で、声優さんがホムラちゃんの声なんで、まあやっぱりね、まあとか用意して来ていただきまして、あとはホムラちゃんも用意して、あとはまあ一応僕伝アルファは光属性の新春のね接待枠という噂があるから、新春の光属性連れてきて、まああとはまあなんとなくクリスマスアルファ連れてきました。これで引かせていただこうかと思います。いやでもとりあえず、あ、それあと値引き券かねえし、ちょっと待って、あ、値引きあれか、受け取らないとダメか、もうミッションこなして終わらせた気になってた。だからしっかりここを受け取っておきましょうということでやっていきますと。おいおいおい。で、まあ、残りのやつはどうせ劇中の限定も多分来るだろうから、その時にね、引かせていただきましょうかということで、まあ、一旦はこれで、やらせていただきますわ。で、どうすっかな、できればオーブは残しておきたいんだけど、まあ、ナイトメアアルファたくさん引けたら終わってもええかな、みたいな感は、正直ある。で、値引きして40個。はい。まあ、ただ、いろんなところで言われてますけど、この期間中に劇中の限定とか、まあ、12月後半のね、ガチャイベント見てからでもクリスマスアルファ間に合うんで、はい、それ見てから引くのが、一番、いい立ち回りになってくるから。そうだね、いろんな性能見てから引けるのね。だクリスマスアルファはこんなに早く引く必要は、そんなにないですよと。お!いや、これ、登場、ラージしてやくそーい、まあ、いや、アジテーターはもうスレッタ持ってるから意外となんとかなりそうだけど、いや、どうなんだろう、持ってるんだったら、更新とか、あ?あ、いや、マジ?これ?おーい!やばい!いや、これ、あれ、これ、まずいっす。ちょっと、これ、嫌な予感が私、プンプンする。これで、なんか、ナイトミアアルファだけ弾けないみたいな、なんか、そんなオチが。いやー、どうしよう。やっぱ、ナイトミアアルファ運営さんも、あれなのかな、一番の目玉だから、裏で調整してたので、まあ、そういうのも致し方なかろうみたいな。いや、そんな感じありけり。はい。お!いや!頼む!ナイトミアアルファ、ナイトミアアルファ、ナイトミアアルファ、もう、僕伝統受精やん。僕伝統受精やん。僕伝統受精はいらない。頼む。あ、シードル。あ、これ。まあまあまあ、嬉しいドルね。で、これで、ナイトミアルファが出てきて、よっしゃ、オッケー!で、サブ機がゲットできたから、あとは、そうだね、激種過激の、激種過激のナイトメアと、戦型過激のナイトメアと、あと、同族回帰か。同族回帰のナイトメア。いや、これで、ワンパンキャラでいろいろね、対応できるようになったから、できれば3体ね、持っておくのが、いや、一番の理想だよね、理想なんだよ。で、まあ、とりあえず、サブ機、まあ、いや、とりあえずサブ、ナイトメアは、とりあえず持っておきたいから、特にメイン。メインは、サブ機全部揃えても、メインでナイトメアアルファ絶対に持っておきたい。はい!いや、本当に、天8はね、あ、そうだ、天魔のが、そうだ、昨日のね、動画ですれば、なんか、連覇の天魔すれば、なんか、コルティーナの確率上がりますよ、みたいな感じで。まあ、昨日ね、頑張らせて私、いただきたんですけど、負けましたね。ガチャも負けましたね。いや、やっぱね、一発の天魔はね、いや、何か事故、うわ、もう事故起こったもん。だ、事故起こったら負けるのよ。だ、2回負けたんですよね。天4で1回、で、天10で1回。で、範囲も分かってるんですよ。天4での範囲は、今まで私、モンテクリスト1体、モンテクリスト1体、なんか編集でいい感じ出すけど、モンテクリスト1体、で、マサムネ1体、敵敵アルファでやってたんですよね。で、その編成を今月から、モンテクリスト2体に変えられるようになりましたと。サブキリゲット。お!頼む!ナイトメア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 !よし!よし!よーし!オッケー!よし!とりあえず最低限のラインは突破。あ、もうな、いや、もうサブ機終わってえか、これ。なんかサブ機嫌な予感がプンプンする。はい。いや、もう一体出てきてくれるとな、とりあえず干渉用、使う用、保存用で分けられるんだけど、まあまあ、でもまだ大丈夫か。まだまだ慌てるような時間じゃない。で、モンテクリスト2体になって、で、敵敵だったから、その、モンテモンテ敵マサムネにしたのよ。想像以上に毒が負けなくて死にましたね。想像以上に敵いるアルファ1体で毒使えねえと思って。やっぱ2体いると意外と負けてたんだなっていうことを痛感しました。で、負けて。で、しょうがないから僕でんじゃないや、うつずみ入れて、毒巻き要因増やして、まあ、勝ちましたと。で、もう1個負けたのが、天獣ですね。あ、よし、これ天じゃない?誰、僕でん、僕でん、僕でん。いや、僕、
や、サブキで相方、一番どうでもいいのが、はい。いやー、これ追うかー。見たい。まあ、でももう一体は持っとかないとあれか。同族回避のやつできないか。で、庭園銃でも一回負けたんですけど、範囲が、紋章の中身を、耐水とか耐火つけてなくて、ぐったぐだになって、死にましたね。あー、負け方しょっぱすぎて、くそみたい。あー、もう、いや、これどうだ？あれ？これ、いや、でもね、いや、これピックアップ出る説と、未所持出る説、なんかまだ私、うまいこと把握できてないんだよな、これ。どうなんだ？あ、止まった！いや、違う、そっちじゃない。違う、違う。よし、OK！ よし！え、これで、あ、止まった！僕で、ね、オーケー、いいね。で、これで、じゃあ、あとは、メインで、もうこれは、ちょいと、引け、れ、ば、お、お、オッケーか、はい。これで、星玉、うん、キュピラない。はい。何個使った私。50連ぐらいしたっけ ?50 連ぐらいして、これで出てくるのが、はい、ん、なんだっけ、クレセントボーパルだっけ、あ、ディアナか。まあ、名前ちょっとかすってんね。いやー、まだ、まあ、最低ラインは突破して、オデュッセイはどうでもいい。で、ボクデンは、いや、サブキだけのボクデンで大丈夫か、そんなボクデンで大丈夫か、メインだけ追うか。よし、メインだけ追う。メインで、とりあえず一旦これ使い切るまで引いて、よし、サブキはもうこれ追わない。どうせ劇中とかでどうせまた追う羽目になる、いろいろ引く羽目になるの分かってんだから。ちょっとこれ追って、できればナイトメアルファは、やっぱり、もうあと、使用用は残ってるんで、あと、そうだね、進化前の保存用と、あと、進化後の干渉用と、残しておきたい。はい！ちょっと一旦もうちょっと追ってみようか。で、僕でも、できればメインで揃えて、ちゃんと、新春のキャラとね、相方を自前で組めるようには、しておきたいところ。いや、だから、いや、どうなんだろう。林さんもなんか、一回負けても OK よとは言ってたけど、どうなんだろう。2回負けたらアウトになるのかな。でもどうなんだろう。でも、はい、うん。いやでも、なんか、1回ミスした瞬間にもうあなた今月の天魔のコルティーナの確率はずっと低いよだったら、あまりにも鬼畜すぎるから、負けたら、いやどうなんだろう。登り直して1から10やったら確率上がんのかな。いや、シャトルも別に興味ないっすね。いや、だからそこら辺の優しさ。いや、だから、なんて言うんだろう。まあ、昨日の動画で見たけど、なんか、100% の条件の中の、なんて言うんだろう。なんか、70% ぐらいは明かしてくれたけど、いや、そうだったら残りの 30% 細かいの話してよ、みたいな。いや、どうなんだろう、これ、裏で、あの方たちはね、聞いてくれたけど、M4 さんの方々が。いや、カットされたのかな、編集の都合で。いや、その辺がなんか少し気になります案件なので、なんか、アーケードもね、なんか今クリアできるんだったら、まあもう満たしてましょうみたいな。いや、違う、満たしてるんだったら言ってくれよみたいな。いや、だからそういうのをね、やっぱ私ね、思っちゃうんだよね。なんかちょっとしたいやらしさ出てるよね。なんかその、何明かす、全部明かすのはちょっと無粋じゃないですかみたいな。いや、無粋でええんよみたいな。いや、本当にもう明かしてくださいよ。いや、ガチャガチャするほど、いや、私気になってるんですよね。頼む。いや、これがいいの。いや、全然良くない。全然いい。いや、だから、これでいい。確率アップ、これでいいのじゃないの。それで良くないの。いや、頼むって、だから、もう、自分たちでやってんじゃん。もう、天魔8の煽り、天魔8の煽りが自分たちに返ってきてる。はぁ、もう、ちゃんと明かしてほしいな。なんか、やっぱ、ツイッター見てても、はい！なんかもう、負けたから、あ、もうやる気しないし、みたいな。なんか、意見逆にあったから、もう 100% 出してほしいかなと思うんですよね。なんか、中途半端に明かしたことで、なんか変に、なんか、モチベ下がってる人もいそうな感ある。あれ、なんかこれ、私、さ、あれ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 、なんか喋っててあんまり私触れてないけどさ、なんか、ソロで弾きますって言ってから、あれ、ソロで弾きますって言ったから、なんか、アホみたいにこれ、だって、ほら、まるで成長してない。あれ、まるで、あれ、私の話はまるで成長してないんですけど、なんかソロで弾くわって言ってから、あれ、運営さんのアンチの話し始めてから、なんか、あれ、操作してる？はいはい！おお！あれ、聞いてる？あれ、聞いて、あれ、林さん聞いてる？これ。あれ、私の話聞いて操作してる？これ、僕でんだったら、完全にこれ操作してるよ。はい。はい。ああ、操作してない。
なんかすごい、いやーなんかすごい絶妙、これ何遊撃、あ、線形過激速、くっそっそ、どうでもいいじゃん、よく考えたら冷徹だからあれじゃねえか。僕で、よし、1万円課金したら、いやー危ねえ、ウェブショップという存在がなかったら私ここで動画終わってた。なんかちょうど200個ぴったり40連になると思ったら、いやー我慢できなかった。いやもうこれガチャガチャ、ガチャガチャするほど、僕で引けなかったから、はい。引きます。で、まああれだね。ガチャガチャ、ナイトミアルファガチャガチャするほど窓から引けなかった人が多分今ガチャ引いてることでしょうと。まあ致し方なごろみたいな、そんな感じで。頼む。あれ。ん？え？あれ操作してる？あれ本当に、あれ本当になんか、え？は？じゃあ、キュッ、キュッ！ナイトミア！あれ本当になんかソロで弾くようになってから一気になんか、あれ本当に、あれ本当に今までの、あれ、あれ、あれだけの、あの頃が嘘だったかのように、あの頃が嘘だったかのように、一気に抜けていく。まるで桜木の怪我した時みたいな。え？は？かい！マジで何にも起こらん。何もなかった。いや、あと30、あと30、この30連で、たぶん、もう一体、せめてナイトメア、せめてナイトメア、ちょっと待って、ちょっといや全然出ねえ。シドクラフトのなんとかかんとかもジャンプまでよろしくお願いします。うっそ、は来い、ない、ちょ、頼む、これは良くないよ、これは良くないよ、これは良くないよ、それが良くないよ。いや、またじゃ、またなんでなんで？いや、は？いや、ん？いや、絶対、いや、おかしい！操作、いや、操作してないで、いや、もうこれ、おじえって、おじゅっせいやわ、もう。いや、もう、か、そん、いい、いや、か、これ最後、もういい、まあ、もういいや、これ最後、これ最後、いや、操作されてるから、いや、もう終わない、これ。最後に、来い！いや、なんも起こらん。いや、ほんと何もか、いや、これでもう、いや、たぶん、最後、え？あ、え？なんで、なんで、いや、くっそ、なんか、こんなのってないよ。